皆さんこんにちは、ビーレジェンドソプラです。本日はもう一回さくらんぼ風味ですね。これからね、暑くなる季節にもね、最適なさっぱりとした限定フレーバーですね、こちらのレビューをやっていきたいと思います。こちらのね、プロテインを購入すると黒のね、大スプーンが付属してまいりますんで、こちらにね、すり切って一杯入れていきたいと思います。150ミリから300ミリの水でって書いてるんですけど、200ミリが好きなんで200ミリの水を入れてきました。こちらに対して黒スプーンすり切って一杯入れていきたいと思います。開封。あ、非常にさっぱりとしたね、いい香りがいたします。パウダーはね、こんな感じですね。通常のホエーパウダーに少しピンクがかったね、果肉みたいなものが入っております。さっぱりとしたいい香りですね。それではこちらにすり切って一杯入れていきます。よいしょ。で、蓋を逆に回してカチッといってからしっかり閉めます。泡立ちもね、ダマももうほとんどありません。綺麗に溶けております。あ、爽やかなやっぱり香りですね。すっきりとした果実のね、いい香りですね。うまい。非常にもうさっぱりとして飲みやすいですね。どんなものにね、近いかと言われると、板ガムでシェリーのガムがよく食べてたんですけれども、その雰囲気に近い味に仕上がってると思います。ただ非常にね、さっぱりとして飲みやすい、ホエー感をね、あまり感じないタイプなんで、まあ例えばベリーであったり、初めの一歩のデンプシーロールとか、ストリートファイター5コラボのね、昇竜拳風味が好きっていう方なんかにもね、おすすめできる、それにね、近いさっぱりとしたね、フレーバーに仕上がってると思います。で、今回のこちらのね、もう一回さくらんぼ風味を甘み、酸味、すっきり、クリーミーですね、星でちょっと評価していきたいと思います。甘みですね、非常にね、さくらんぼのね、ほのかに甘い感じをね、絶妙に再現できてると思いますんで、まあ、そこまで甘みはないと思います。星1つとさせていただきます。で、次酸味ですね、まあ、突き抜けた酸味ではなくて、程よい酸味を感じることができるフレーバーなんで、星3つとさせていただきます。すっきりさですね、ちょうどいいすっきりさ加減だと思います。こちらも星3つとさせていただきます。クリーミーさですね、そこまでね、こうミルク感もクリーミーさもない、爽やかなね、さくらんぼの風味が再現できていると思います。ですので星1つとさせていただきます。どちらにも振り切らず、バランスのいいフレーバーにね、仕上がっていると思います。初めてね、こうプロテインを飲む方なんかにもね、飲んでいただきやすいフレーバーかと思います。ぜひね、この機会にお試しください。それではね、こちらのもう一回さくらんぼ風味の栄養成分表示ですね。1食 29g あたりエネルギー 114.3kcal、 タンパク質が 20.4g、 脂質が 1.7g、 炭水化物 4.7g、 食塩相当量 0.1g、ビタミン C 42.5mg、 ビタミン B6 が 1.2mg となります。昨年もね、販売されてた数量限定フレーバーなんですけれども、毎回ね、早期完売してしまう人気商品となります。ぜひね、試したことがない方も、毎年購入いただいている方も、動画の概要欄の方に商品ページに飛ぶ URL 貼り付けておきますんでね、そちらからね、今すぐご購入ください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。